皆さんこんこにちは村長です今日は先日からもやっていた UJAM のギターシリーズこれでメロディーを弾く時のチップスをもう少しお話ししたいと思います今音が鳴りましたように半音ずつドレミファソラシドというのがですね流れたと思います2回繰り返しましたね2回繰り返しちゃうというのはループになってるからですこの上が青くなってますね ですからこのように音が鳴りましたこの音なんですけれども例えばとっても細かい音符になった時そういう時はですねどうしてもサスティーンが残ってですね次の音符に重なっていってしまうというようなことがあるんですそんな時どうすればいいかちょっとこの2小節のうちの後半部分にこんなキースイッチを入れました 大きくするとこんな短いキースイッチをですねここに入れたわけです一番最後だけ大きいですけれどもこれには意図はありませんいくら短くなっててもいいですここで音が止まりますですからあまり長くしたくない時もしくはスタッカート気味に鳴らしたいこういう時に今一つが8分音符で 構成されているわけですけれども、その8部をですね、16部のように切ってしまうときに、このキースイッチ、いわゆる C シャープの2の高さですね。ここにこのようにキースイッチをかけば、音を止めることができます。やってみましょう。はい、こんなようなことができるわけです。 ですからこれを選択しておいてもう少し長めにしたいような時はナッジを使ってですねオルトを押しながら矢印でこれ今微妙にしか動いてませんがこうやって動かしますはいちょっと後ろになりましたですからこうなりますしもっと今度は短い感じにします はい、このように音符の前の方に配置しましたそうしますとこのようにですね速い音符の時にあまりリバーブ感もしくはサスティーンと呼んだらいいんでしょうかねそういうような音が邪魔になるような時こういう奏法もできますのでこの c シャープの2 これを覚えておくととっても便利です。今日のお話はたったこれだけなんですけれども次回予告ということも含めましてメロディーを作るときにいいソフトですね。これをご紹介します。今日のところは紹介程度です。メロディーソース2というのが2.1というバージョンになりました。これはランダムにそして AI のような機能でですね、ここで キーなどを設定します。今 C メジャーもしくは A マイナーこれを選択しておきます。これはですねこのまずフリーというのにしますとここで自由に音が作れるんですけれども明るめの音符数が多いめというとこの今白く光っているところです。これをククリックしますと、 新しいメロディーがここに生成されます。一番下にあるのが今できたやつです。これをちょっと聞いてみましょう。はい、あ、これが嫌だなと思ったらですね、 また同じように同じ場所を押したら違うメロディーに変わりますはい鳴らしますこういうふうにメロディーが無限に作れるということですほぼ同じようなものは出てきませんそして一応音源も入っています ここで今からはアンバーのことをしようと思うならギターをするといいでしょう。ですからブライトアコースティック。これにして音を聞いてみましょう。今と同じものを聞きます。そういうことができます。こういうふうにできます。あと、 もっとですね、細かいいろんなことができるんですけれども、それはまた次の機会にやりたいと思います。これができましたら、メロディーのところにですね、これを入れ替えたいと思います。これはちょっと横に乗っけておきますね。そうしまして、この出来上がった最終メロディー、これですね、これをこの小さなプラスマークがあるんですけれども、これで持ってきたいと思います。 はい。このようにメロディーのところに入れました。そうしまして、これをオルトを押しながら下に持ってきます。こうしましたら、僕の開発しました UJAM のキースイッチを作成するソフトウェアがとっても便利に使えます。ちょっとオクターブが低めですので、これを1オクターブ上の方にやっておきます。C3 より上、F5 より下のところに収まっていれば大丈夫です。 上の方もこの上げた方に戻しておきますこの状態でこのキースイッチのところでコントロールオルト A を押しますとこんな形になりましたここにちょっとミューティングもあるんですけれども今回は綺麗な音で流したいですのではいこのようにしておきますまた正確な音を出したいのでこれを1弦のところまで持っていっておきます このようにしますとですね、メロディーが簡単に作れるわけです。じゃあ聞いてみましょう。メロディーソースはミュートにしておきます。はい、こんな形でメロディーができました。先ほども言いましたように、このメロディーソース2.1、 これの解説は次回楽しみにしておいてください。村長スタジオでした。村長ミュージックスタジオ。